ストラスブールはフランス海軍の軽巡洋艦で同系艦はない。本艦はフランス海軍の軽巡洋艦である。元々はドイツ帝国海軍が建造したグラウデンツ級軽巡洋艦のレーゲンスブルクで第一次世界大戦後の1920年3月10日に賠償艦としてフランスが取得し同年6月にストラスブールと改名して収益させた。 やや傾斜した監視から手法として棒立て付きの10.5センチメートル速射砲、お棒立ての付いた単装砲画で並列に2機、全部に司令塔を組み込んだ2層式の箱型環境を基部として簡素な単脚式の全部マストが立つ。マストの頂上部に見張り所が設けられ、中段部に単小塔が並列配置で1機ずつ配置された。 船体中央部に等間隔に4本の煙突が立ち、その周囲は関西艇置き場となっており、2本1組のボートダビットが片弦4組ずつ、計8組で運用された。原則甲板上には等間隔に3番から10番10.5センチメートル速射砲が単素砲がで片弦4機ずつ配置されていた。4番煙突の背後に見張り所が設けられ、それを基部として、 短脚式のミズンが立ち、中段に短小灯台が設けられ前後に一機ずつ配置された。完備看板上には、艦首と同じく10.5センチメートル速射砲が、後ろ向きに並列配置で二機ずつ配置されていた。収益後の1915年から1917年の間に、シュトラールズンとシュトラスブルクは、主砲をイギリス海軍の軽巡洋艦と同等の、 15cm 速射砲に更新され、単装砲がで8機を装備し、対空火器として 8.8cm 単装降格砲を原則甲板上に片面1機ずつ計2機を追加した。50cm 魚雷発射艦も水中式から甲板上に旋回式の単装発射艦2門に更新された。1920年にフランス海軍で運用後は、 広角砲は7 5トル広角砲に更新され、片元に機ずつ、計4機を配置した。収益後のレーゲンスブルクは1915年1月から高見艦隊の偵察部隊に所属した。飛行船、イタリア1925年にボイラーが補修されて、最高速度は26ノットとなったほか、対空火器が更新された。その年に、 第3次リーフ戦争に、フランス海軍のクールベ級戦艦、パリと軽巡洋艦、メイスと共に、本艦も参戦し、艦砲射撃に従事した。1928年5月に、北極海のスワールバル諸島で遭難した、イタリアの飛行船、イタリアの捜索活動に従事した。ロリアン港に、現在も残る、ストラスブールの船体。1936年6月14日に、 配艦となり、艦名は、ダンケルク級戦艦の2番艦に譲られた。その後、ロリアン港でハルクとなった。第二次世界大戦時に、ドイツ軍に露革されて1944年に、ロリアン港の有望と文化であるケロマンさんの防御のために閉塞船として自沈された。現在も、船体の一部が残存している。ありがとうございます。